始まってしまった。またアニメが。絆も書き留めた、留められたあなたの心に浮かんだのは誰？何らかのイベントが始まってしまった。何ですかこれは。ということで、恋プロ実況を始めていきます。やっと会えるね、俺のポテチ姫。何これ。決めたのならもう迷うな。ガラス蹴破っとるんよ。危ないやつや。君の選択は僕の願いでもあるんだ。あれ、そういうキャラでしたっけ。何その注射器は。あんまり一般人が注射器持たない方がいい。あらぬ疑いをかけられると。俺を選ぶと決める前にお前の決意を見せてみろ。俺はあれだ、パースは合ってんの。パースはここが光ってんの。光ってんに4人だね。なんか1人もう1人なんかいる気がすんだけど。影響しませんでるよ。とりあえず、はい、とりあえず全、俺は全押しなんだ。自ら身を滅ぼす。本当にバカだな。なんだこのイベント。進み続ける。はい、決めました。お前の戦闘機は最初から最後まで俺だけでいい。その通り。これをこの出会いのプレゼントにしよう。お前と、本当の意味でお前って。これは不適切な発言ですね。胸元はだけて、はだけた上で上着を着てるっていう、このこれはどうなんすか。寒いのか暑いのか、寒いのか暑い、これはあったかい飲み物なのか冷たい飲み物なのか、はっきりしてほしいよね。彼の絆を選択しました。しますか。4枚の絆のステータスは同一です。選択は他の3枚も引き続きのプレイ、ゲームプレイで。なんですかね。全以外のカードいらんぞ。新しい彼氏をみんなに紹介しましょう。この文言嫌い。これ嫌いなのよね。なんか、なんなんこれは。なんなのこれは。春節っていつからなのかな。それいまいちよく分かってないんだけど。まずそこが。iOS& Android バージョンアップ豪華報酬だって。へぇ。アプリを最新にすると豪華報酬があると言います。どうだったっけ、よくしたんだっけ。そこも覚えてねえな。じゃあまあとりあえず本編行っていきましょうか。ね。例によって本編を進めていきます。ここっすかね。あ、ダメじゃん。ちょっとカットしますね。おっと、次もあれだった。もう一回カットします。しゃー、本編いくぞ。開幕早々、やろうと思って早々にこのストーリーじゃないパートが、ゲームパートが入ってしまった。その辺用意しとけちゃんとな。翌日、テレビアモーレの番組制作部。以上が、私たちが再編集、再編集した番組です。この番組では、子供たちの一人一人が、どのような世界を見ているかを再現することに主眼を置きました。ですって。孤独な星空の下で、どの子供も、広大な宇宙で輝く一つ一つの星です。そういえば、なんか、阪神にさ、やめた方がいいな。この話題を阪神に井上光大って選手がいるなって、そんな話どうでもいい。誰も興味がない。阪神に井上光大っていう名前の選手がいたからって、この少なくともこの実況を見てる人は井上光大のことなんか知りゃせんよ。彼らは重要し保護すべき弱者ではありません。私たちはそう考えました。ほう、弱者。なんかウィングガンダムを思い出した。ウィングガンダムの話もいらねえ。20年前を思い出してよ。君のお父さんと共に仕事をしていた頃。ゼクス、お前も弱者だみたいな話。俺も弱者、お前も弱者。強者などいないみたいな、そういう話。父は絶対にこの番組を気に入ってくれるはずです。そうだね。君のお父さんを超えなさい。次期の番組は、君の会社が制作したものを採用しよう。へえ。
どういう風の吹き回しですか、前足ですか。私はテレビ局から出るとすぐにタクシーに飛び乗った。ファーレーグループに行ってください。私は必ずやり遂げる。ここまで来たらあと一歩だ。以上の経緯を経て、引き続きテレビアモーレとは取引継続となっております。出資の審査において何か問題点はございますか。私は CEO の執務室で前に今回のトラブルの対応状況を報告した。はあ、はあ、だんだんと不安になってきた。問題はないと思っている中で問題を見つけ出すのが善だ。ない俺からは何もない。今回お前はよくやった。そうか、素直に褒められた。あっさりと褒められて私は逆に緊張した。これで終わるはずだ。あ、はい、あ、はい。この間の電話俺にかけた。なんだその悲しそうな瞳は。自分でこの危機を乗り越えてからあなたに審査の件を相談するつもりでした。審査が凍結された結果だと分かっていたから、あ、違う、プロセスに従った結果だと分かっていたから、それだったら CEO のサポートは望めません。うっかり通話ボタンを押してしまったのはあの時動揺していて。どうかしましたか。お前は俺がそこまで冷酷な人間だと思ってるのか。いいね、いいんじゃないですかこれは。あー、どっち答えたらいいのこれ。どっちなの。めっちゃ悲しい瞳してる。これはそんなことないです。小さな会社の死活問題で、ファーレの死活問題なんてファーレグループ CEO から見たら取りに足らない出来事、そう思っているだけです。手を煩わせるまでもないという、そういうちょっと気丈なところで、ね、善が悲しそうな顔をしてるぞ。おい、すいません、さっきの言葉、その俺も出かける、送っていく。なんだ急になんかなびくじゃん。急になびくじゃん。これ冷たくするとあれだな、逆にこう追いかけてくるタイプだな。追ってダメなら引いてみろ的な。ケンさんは前と私が手をつないでいる光景を見て固まって、なんで手つなぐの。しどろもどろになりながら固まっているケンさんに挨拶した。あの、すいません、これで失礼します。審査についてはまた今度。またどういう風の吹き回しだよ。本当に今日2回目のどういう風、どういう風吹き回しって、どういうこと、どういうこと言ったい。面白いやつだな。今後は何か問題があれば手つないだだけで優しさだと。一人で背負い込まず俺に言え。いいんじゃない。俺がお前の頼みを無視したことがあるか。あれ、どうだ、どうだったっけ。確かに、でもいつも私をバカにするじゃないですか。本当なんだから仕方ない。本当なんだから仕方がない。本当なんだから仕方ないよ。きっと俺がバカなんだろうな。面白いな、今日の前面白いな。なんでもない、行こう。面白いな、俺の顔も崩壊しちゃってるわ。ロビーに着くと前はさっとエレベーターから降りた。楽しみすぎ、この恋プロというゲームを楽しみすぎている。俺は何も言ってない。面白いな。絶対めっちゃ拾うやん。空耳じゃないのか。めちゃめちゃ拾うやん。もうファールチップみたいな。ファールチップをキャッチャーが拾いに行くような感じで、ファールチップっていうのも、ね、コツンと当ててフラフラっと上がった消費球、キャッチャー後方にフラフラっと上がる消費球にまでこうミットを伸ばして拾う感じ、そういう感じ、めっちゃ広いや。機嫌の良さそうな彼の表情は私の不安を打ち消してくれた。へえ。あ、
はい、はい、何ですか。番組の放送日が決まったんだね。え、あれ、そうだっけ。え、どうして放送日が決まったことを知ってるの。君があんまり嬉しそうだったから。番組の方もきっと順調なんだろうな。なわけあるか。なんで放送日決まった。放送は今週の金曜日だよ。絶対見てね。児童養護施設で子供たちと一緒には見ないのか。ほう、いいこと言うね。どうした？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 話聞くよ。どうした？こん。一緒に寝るのは、一緒に見るのはちょっと気恥ずかしいというか。どうして？甘いね。甘い甘い。今日俺が晩ご飯に食べたガトーショコラぐらい甘いわ。だってあれは私から見た子供たちの姿で。当の本人たちからこんなの違うって言われたら気まずいし。放送間近だというのにまだそんな心配よ。そうだね、テレビ流す側っていうのはもうなんかもう全てにおいてパーフェクトの状態で映像を流すべきだよ。彼らの感想は知りたくないのか。あ、そう、あれ、そんな喋り方でしたっけ。なんか距離近くない。知りたいかな。彼らが番組を見ている時の反応は。なんだこのお母さんみたいな口調で怪すやつ。では子供たちがどう思っているか僕が教えるよ。シモンには自閉症の子供たちの気持ちが分かるの。彼らとはそれなりに親しくしているからね。まあ分かるんだろうね。できないことはたくさんあるさ、まあ、ただやりたいと思ったことは必ずやり遂げているだけだ。なかなかかっこいいね。それを実際にやってるんだからすごいよ。じゃあ準備をしておいてね。あ、養護施設で見る準備？ではまた金曜日に。内容は携帯から。あ、またゲームパートだ。ま、今回は1回分だけであれしましょうか。あ、1回分だけであれしましょうかとか言いながらあれだな。特に見るべきものもなかった。トークとか電話とかあるかと思ったらなかったわ。通話とか。これ何これ、新しい思い出。今年の誕生日はこれまでとは少し違う。なんだこれ。バカ、俺が言っているのは場所のことだけではない。これ聞いたっけ。もう俺にとってパリは確かに大切な場所だ。なんか聞いたような気がする。ここには美しい記憶しかない。じっくり浸りたくなる思い出もたくさんある。聞いたことあるような気がするな。またニヤニヤしているな。俺の言葉の意味を本当に分かっているのか。いや、分かってないっす。いや、分からなくていい。お前はずっと俺のそばで。なんか聞いた気がするな。そうやって気が済むまで笑っていろ。1分32秒あるじゃん。今更だが、おかしなサプライズにこだわるお前。これ聞いた聞いた。聞いたけど、どうやって飛ばせばいいの？こうすればいいの？はい。あ、ここす、違うな。俺のそばにいろ。嫌だ。嫌だ。あ、これで振り返ってんのかな。ちなみに好感度どうなってんの。ほう、86662ショーって誰。まだ会ってないんだけど、まだ会ってないんだけど。じゃあ今日はここまでにします。また次回ね。時間がこれからもう一生分読むと20分近くなるんで、まあ、13分14分ぐらいでね、終わろうと思います。いやー、これ面白かったね。やっぱ全出てくると面白くなるわ。ということで、じゃあほな、この辺で次回お会いしましょう。